ダンレアリーは、アイルランドのダブリン県ダンレアリーイラス市に位置する町。ダブリン市から南に 12km に位置する町。ダンレアリーは、稀に、DN ラワールや英語化されて、ダンリリと綴られることもある。2016年現在、総人口は、26,525人であり、ダンレアリーイラス市の中心街でもある。ダブリン郊外のシーサイドタウンである。 ダンレアリーはダブリンへ運行する主要な港の建設を許可した1816年の法律に従って建設された。イギリス王ジョージ4世が訪れたことを記念して、1821年にキングスタウンと改名されたが、現在、英語化された綴りよりもアイルランド語の綴り、DN リリで表記されることが通常である。 アイルランドの独立の前年の1920年にアイルランド古来の名前に復元された。時間の経過とともに町は住宅地、海辺のリゾート地、そしてアイルランドの最初の鉄道駅の終点となった。ダンレアリーの港湾はかつてウェールズのホーリーヘッドとフェリーで結ばれ、アイルランドからイギリスへの主要な海上交通の入り口となっていた。近くのサンディコーブには ジェームズ・ジョイス・タワーとして知られるマーテロー等がありジェームズ・ジョイスの資料館となっている。海洋博物館のステンドグラスの窓のロガーダン・レアリーはレアリーの砦を意味する。これは5世紀のアイルランド女王であるロガー・マック・ニールを指しており、イギリスとガリアを襲撃する海の基地としてこの場所を選んだ。また、この土地で聖パトリックに キリスト教の布教活動を許したことで知られる。海岸には当時の要塞の痕跡があり、一部は海事博物館に保管されている。DN リリと綴られているのが現代のアイルランドの聖書法での正式名称である。次節、非公式に DN ラワールと綴られている。英語化したダンリリの古い綴りも見られるが、当庁の英語での発音に近い。 1895年頃、キングスタウンとして知られているダンレアリーの公湾。ダンレアリーの起源は一般に、レアリーに属していた可能性が高い砦に遡ると推定されている。1728年の地図は、古い港にある小さな漁村を示し、ダンラリーとして示されている。当時、この地域は岩だらけの牧草地で、採石場がいくつかあった。 1807年11月18日から19日の夜にかけてダブリン港を出発した2隻の軍艦プリンス・オブ・ウェールズ号とロッチデール号がブラックロックとダンレアリーの間の岩に衝突し400名以上が死亡したこれによりダブリン付近に新たな港を建設するという既存の計画が進められた1816年までに現在の ウェストピアと呼ばれる堤防の建設を認可する法律が可決された。1821年にイギリス王のジョージ4世が建設中の新しい港を訪れ、ダンレアリーの町名はキングスタウンに改称された。当庁は1920年にアイルランド自由国の成立に向け以前の名称に戻った。1834年に開通したダブリン市内から キングスタウンへ向かうアイルランドの最初の鉄道は、西桟橋の近くを終点とした。これにより、人気のダブリン郊外となり、住宅街の建設につながった。1844年までに、ロバート・マレットの設計によるドーキー大気圧鉄道が、キングスタウンをドーキーに接続し、さらなる発展をもたらした。ドーキー大気圧鉄道は1854年に廃止されたが、 鉄道の延長に置き換えられ、その後、ロスレアのフェリーポートに延長された。ダブリンから鉄道が開通したことで、キングスタウンは、ビクトリア朝時代の海辺のリゾートになった。1890年、キングスタウンの町の委員が枯渇した、採石場の跡地にピープルズパークが開園された。1900年までに、町の中心部は混雑し、通りを広げる措置が取られた。 この工事により、パトリック通りからマルグレーブ通りへのジョージズ通りの店舗間口の解体、及び新しい間口への交換が約4.5メートル、交代した。マリン通りとジョージズ通りの角にある商店も取り壊された。モンクスタウンとブラックロックを経由するダブリンへの主要道路は、1932年までダブリン市への唯一の道路接続だった。 同年、生態大会は何千人もの訪問者をダブリンにもたらし、ダンレアリーを通ってくる計画を明らかにした。しかし、この道路は不適切とみなされ、最終的には海岸道路がいくつかの短い通りを接続し、庭園を閉鎖する道路が建設された。これが現在のシーポイント通りである。ダンレアリーは第二次世界大戦中にドイツの爆弾に襲われ、 そのうちのいくつかは、ダンレアリーの境目にある、ピープルズパーク付近のロスミーンガーデンズ通り、ロスミーンパーク通りに落とされた。爆弾による負傷者はなく、建物の崩壊のみだった。空中から見たダンレアリーと、港湾東三橋の端にある東大ダンレアリーは、かつて、ダンレアリー自治区の中心であり、2013年までは、独自の職業教育委員会を持つアイルランドで、 唯一の町だった。現在は、ダブリン都市圏の一部とみなされている。ダンレアリーは、ダンレアリーイラス市長者の本拠地があり、地域の公共サービスと設備を管理している。また、6名の議員を選出するダンレアリー、地方選挙区の一部でもある。アイルランド国民議会の会員では、統一アイルランド党から3名、連帯利益の前に、人民党から1名の、 計4名の国会議員によってダンレアリーを代表している。国内最大の港の一つであるダンレアリー港湾には二つの河口岩の桟橋がある。東桟橋は特に歩行者に人気があり、1996年の映画マイケル・コリンズの撮影現場の一つでもある。コリンズ役のリアム・ニーソンと二人の共演者が海辺の遊歩道に沿って歩いているところが見られる。 このシーンでは、バンドスタンドで、野外ステージで演奏されているバンドがあり、東桟橋の実際の野外ステージである。2010年に、ダンレアリーハーバーカンパニーによって、元の状態に復元された。1817年から1859年まで、港湾の建設には42年かかった。旧フェリーターミナル近くのオベリスクは、建設を記念している。東大は、 東桟橋の端にあり、アイリッシュライト委員会の本部は、ハーバー通りに位置する。港湾の南には、スコッツマンズベイがあり、ビクトリア朝風の海辺の遊園地があり、散歩コース、避難所、浴場があった。現在、散歩コースと避難所はほとんどそのままである。ダンレアリー浴場は、長年廃墟となっているが、2012年に明るい色に塗り替えられた。 この地域の復旧計画については、多くの議論が交わされており、より野心的な提案は物議を醸している。伝統的なビクトリア朝風の公園である、ピープルズパークは、ジョージ通りの東端にあり、現在も運営されているティールームがある。2016年には、大規模な中央図書館が、港湾付近に建てられた。ダンレアリーの遊歩道、ビクトリア城を噴水。 ダンレアリーは、ダブリン高速輸送、ダブリン通勤列車のコミューター南東部線、ロスレアユーロ港まで走るインターシティにより結ばれている。また、7番線、7A 番線、45A 番線、46A 番線、59番線、63番線、75番線、111番線のバス路線もあり、ダブリンバスとゴーアヘッドアイルランドが運行している。ダンレアリーマリン駅は、 63番線、75番線、46A 番線の終点のそばにある。駅からダブリン空港へ向かう746番線のバスは2010年10月に廃止された。ダンレアリー周辺にはサンディコーブグラスツール駅、ソルトヒルモンクスタウン駅が近辺にある。リムジンバスのエアコーチ703番線は ダンレアリーとダブリン空港を24時間体制で結び、視聴者とロイヤルマリーンホテルに停車する。この路線は、キライニギからドーキー、グラスツール、ダンレアリー、モンクスタウン、ブラックロック、ブーターズタウン、タラタワーズホテル、ストランド通り、ザポイントを経由し、ダブリン空港まで運行している。1834年に建設され開通した、ダブリンキングスタウン鉄道は、 アイルランドで最初の鉄道であり、標準機で建設された。南方への延長は、1844年に大やけに開通した、標準機の同期大気圧鉄道によるもので、同国の初めての大気圧鉄道だった。1850年代に、ダブリンウィックロー鉄道が両路線を引き継ぎ、両方をアイルランド軌道に変換し、蒸気機関車でさらに南に向かって、 ウィック・ロー県のブレーマで延長した。鉄道を運営している後継企業は、年代順に、ダブリン南東鉄道、グレートサザン鉄道、アイルランド交通グループ、アイルランド国鉄である。その後、鉄道は南に延長され、ウェックスフォード、ロスレア港湾、ウォーターフォードに至った。1890年に北方に向けて、路線は他の鉄道と接続するダブリンコノリー駅まで、 延長された。電化工事は1984年に完成し、アイルランドで初めての電車となるダブリン高速輸送が運行されるようになった。19世紀からダンレアリーはアイルランドとイギリス間のフェリーの主要な旅客港であり、ウェールズのアングルシー島にあるホリーヘッドに頻繁に運行していた。21世紀初頭にステナラインのステナエクスプローラーは、 各方向に1日3回運行していたが、格安航空会社との競争と燃料費の増加により、2008年には1日1回に減り、2015年初頭から、ステナラインはホリーヘッド線をダブリン港に集中させ、ダンレアリーへの運行を中止した。2000年代初頭、ローワー・ジョージ通りは歩行者空間を設置し、 ダブリン中心部へのバス路線を除いて、すべての一般交通を禁止した。この制限は2008年後半に撤回された。ダンレアリー港湾のヨットダンレアリーの港湾には、西桟橋に、敷地があるダンレアリーモーターヨットクラブ、西桟橋の麓にあるアイルランド国立搬送学校クラブなど、多くのヨットクラブがある。ソルトヒルビーチの西三橋の北にあるエリアでは、 年間にわたって、ウィンドサーフィンが頻繁に行われている。ダンレアリーには1909年から2007年まで、ゴルフ場があったが、住宅開発業者に売却し、ウィックロー県のエニスケリー付近のバリーマン通りに移動することに同意した。ダンレアリー継続教育ダンレアリーには、以下の2つの第3期教育機関がある。主な小学校は、ドミニカン小学校や、 グラスツールのハロルド国立学校などがある。また、モンクスタウンにホリーファミリー国立学校や、モンクスタウンエデュケートトゥゲザー国立学校などもある。ダンレアリーは人口が周辺地域にシフトしたため、過去20年間にいくつかの中東学校が閉鎖された。1856年に設立され、1992年に閉鎖された CBS エブラや、 1991年に予定より1年前に閉鎖されたドミニカ修道院の女子校や1902年に設立され2007年に閉鎖されプレゼンテーションブラザーズグラスツールなどがあるまたダンレアリーコミュニティカレッジは1996年に継続教育機関になりその後現在のダンレアリー継続教育に変更されたジョージ通りダンレアリーには 一つの主要なショッピング街、ジョージ通り、およびダンレアリーショッピングセンターとブルームフィールズの二つのショッピングセンターがある。視聴者の向かいには映画館と劇場がある。各月で日曜日に港湾の近くのロイヤルマリンホテルで開催される定期的な骨董品市場と日曜日にピープルズパークで毎週開催されるマーケットがある。 ダンレアリーショッピングセンターは改修工事がなされる予定である。様々な飲食店や公営住宅があり、他にも100を超える小売企業がある。アイルランド最大のスーパーマーケットのチェーン店である、テスコアイルランドが本社を置いている。以前は、1977年以来、ダンレアリーショッピングセンターにあったが、2011年5月に閉鎖され、ブルームフィールズに移転した。 ダンレアリーショッピングセンターのテスコは、その後ライバル店であるスーパーバリューに置き換えられた。アイルランド海漁業委員会の本社やライオンブリッジの拠点などの本社がある。ダンレアリーには、セントマイケルズ病院のほか、多くの私立クリニックがある。ダンレアリーの初期の成長の多くは、ダブリン市内からの訪問者によるものであり、今日では2007年に大規模に改装された。 ロイヤルマリーンホテル、小規模なホテル、及び多数のベッドブレックファストがある。ダンレアリー港湾の東桟橋、ダンレアリー港湾の西桟橋、東桟橋を散歩目的で訪れる観光客が多い。2011年、ダンレアリー港湾は観光地としてのダンレアリーの開発に焦点を当てた計画を発表した。具体的には、 フェリーとクルーズ船の両方の主要な場所として、ダンレアリー港湾を宣伝することを中心に展開された。それ以来、多くのクルーズ船は、通常5月から7月にかけて、ダンレアリーに停泊した。最初に到着した船は5月16日の、キュナードライナーのクイーンメリーにで、P&O のアーケーディアは7月9日に到着した。クイーンメリーには、当時、 世界で7番目に大きいクルーズ船で、最大乗客数は約3000人だった。ダンレアリーを訪問する他の大型船には、クイーンエリザベス2と空母ジョン・エフ・ケネディがある。ダブリンワンクルーズは、ダンレアリーからホースまで1日に2回出航する。風光明媚な運航は約75分かかり、フェリーは午前11時と午後3時に出航する。2013年7月。 初めての観光局がダンレアリーに開業した。カヤック、カイトサーフィン、パドルボーディング、セーリング、サイクリング、ロッククライミング用の設備を利用できる。ジェームズ・ジョイス・タワー修復されたマリナーズ協会の国立開事博物館、ダンレアリーは多くの著名な文化的人物、特にジェームズ・ジョイスとサミュエル・ベケットと関係がある。ユリシーズの第二章では、 ジョイスは、キングスタウン桟橋を、失望した橋と呼んでおり、冒頭の章では、サンディコーブにある、マーテロー島でのオリバー・セント・ジョン・ゴガーティとの滞在に、基づいている。ジェームズ・ジョイス・タワーには、現在小さな博物館がある。サミュエル・ベケットは、フォックスロック出身で、演劇、クラップの最後のテープで暗示され、ダンデアリーの桟橋の一つの橋に座っている間、 芸術的な発想を経験したと言われている。現在、聖堂記念碑がその場所を示している。ビートルズの曲、Being for the Benefit of Mr. Kite で不死化した黒い乗馬とサーカスのオーナーであるパブロ・ファンクは、1850年にダブリンでの婚約中に1週間ここで演奏した。1991年8月、シアトルのニルバーナが、 シルクハットで演奏した。ダンレアリーは、以前、世界文化の祭典である3日間のフェスティバル・オブ・ワールド・カルチャーを開催していた。アイルランドで最大の音楽祭の一つで、8月の週末に25万人以上の人々が街を訪れた。祭りは9年間を大きな成功を収めたが、ダンレアリーイラス市議会は2010年に、 大きな損失のため、祭りの開催を中止することを決定した。新しい専用劇場、パビリオンシアターが2000年に開業した。1903年のキングスタウンパビリオンの敷地に建てられ、ダンラリーラスの私立劇場として機能し、国際人形劇フェスティバル、ダブリン演劇祭などの数多くの祭りの開催地となっている。アイルランド国立開寿博物館は、 以前は海軍に奉仕していたマリナーズ協会にある。東桟橋から直接内陸にあり、建物は完全に改装され、再開された。海洋博物館の隣には、ダンレアリーラス市の中央図書館及び文化センターである DLR 歴史館がある。2014年に開館となり、1912年にライブラリー通りに開館したカーネギー図書館にとって変わった。 推定3660万ユーロの費用がかかった。この建物は、その規模とデザインのため、開館が前に、多くの批判を集めた。ライブラリー通りの外には、ケルトのルネサンス芸術の宝石と呼ばれる精神の、礼拝堂がある。建築家であるジョン・ジェイ・ロビンソンによって設計され、スーパーマーケットのテスコがある、ブルームフィールズの敷地にあった旧ドミニコ修道院のために、 シニアリンチによって装飾された。ありがとうございます。